うわあ、素晴らしい。さあ、ということで今回は、スヌブラ第何弾か忘れましたが、ここね、洞爺湖を舞台にちょっとブラブラと歩いてみたいと思います。しかも今回はね、初の2泊3日のプランで、ちょっと洞爺湖、そして洞爺湖周辺をブラブラしていこうかなと思っております。で、今回はね、まあ歩いてブラブラするというのもあるんですが、それプラスね、車で移動できるところ、まあ徒歩&車でブラブラ洞爺湖周辺を回ってみたいと思います。まあここは道の駅なんですけれども、今からね、あちらの町の中心の方に行ってみたいと思います。さあ、ということで私がやってきたのはこちら、洞爺湖の駐車場ですね。まず、まあここ洞爺湖の駐車場は、無料なんですよね。非常にありがたいです。まあここは洞爺湖の一番中心地、まあ温泉街があるところになります。で、こちらにね、バスターミナルがあります。じゃあちょっとまずはね、湖の方行ってみましょうかね。本当、紅葉もなんかベストのタイミングのようですね。気温もそれほどは寒くないので、非常に、11月今日は8日ですが、まあ非常に散策しやすい気温なのかなと思います。では行ってきます。こちらの駐車場にはトイレもついてます。ではね、この洞爺湖のバスターミナルの方からちょっと西側の方に歩いていきたいと思います。いや、何気にね、ここトラックの往来がかなり多いですね。こちらに洞爺湖ビジターセンター火山科学館というところがあります。ここね、確か無料だったと思うので、また時間があればこちらの方もね、見学していきたいなと思いますね。この洞爺湖温泉街は、この東西にね、道があるという非常に分かりやすい場所になってますね。さあ、こちらに若菜も、洞爺湖といえばね、若菜も、こちらの本店がありますね。まあもちろんご存知の方も多いと思いますが、新千歳空港にもお店ありますし、まあその他にもね、お店がいっぱいあります。もう本当、今や北海道を代表するお菓子メーカーですね。
今日はね、この時間帯とか昨日ぐらいまでは雨予報だったんですが、やはりね、晴れ男の成果か、薄曇り、ちょっと青空もこっちの方はね、見えてますね。素晴らしいです。こちらは小臼川というらしいですね。先ほどあそこのバスターミナルのところを通っていきました。そしてここからがだいたいメイン通りになるんでしょうかね。こちらをちょっと歩いていきたいと思います。さあ、こちら通りに入ってすぐこういうのホテルニューヨトーヤコーさんがあります。こちら何気に高評価のホテルですね。そしてそのすぐお隣にトーヤグリーンホテル、一泊二食付き6800円。そしてこちらにはホテルグランドトーヤさん、さあそしてこちらも結構有名ですね、岡田屋さん。この白いおしるこが名物です。そしてその向かいにこちら東屋マルシェ、そしてエゾ釜飯、川並物産。エゾ釜飯ということで、何かカニとか使った釜飯とかあるんでしょうか。ハンバーガー系があれですね、ステーキ丼とかあります。東屋赤牛なんて品種があるんですね。初めて知りました。またね、噴火湾産のホタテですとか、そういったものが食べられるようですね。さあ、そしてこちらはおそらく洞爺湖付近では一番有名な洋食屋と言ってもいいんじゃないでしょうか。望洋亭さん。実はね、10年以上前ですかね、私も来たことあります。その時にはハンバーグでしょうか、でしたかね、食べましたね。非常に美味しい洋食屋さんですね。うわ、この赤鮮やか、すごい。そしてこちらにはグランビレッジ東屋、大和旅館アネックスというホテルがあります。こちらに東屋温泉郵便局、そしてその隣にセイコーマート。これ気をつけてほしいのは24時間営業ではないですね。6時から12時まで営業です。で、こちらに東屋観光ホテルさん、この辺りからこういうちょっと大きめなホテル、温泉ホテルが並んでますね。こちらのセレクト108というところは、飲食店ですとかそういったところが結構あるようですね。そしてこちらが海鮮ダイニング龍さん。ちょっとこちら行きましょうか。ガトードボヌールさん、スイーツ。洞爺湖を代表するホテルといっても過言ではない野の風リゾートさんですね。野の風っていうね、 CM が北海道でよく流れてますが、で今回ね、どこかのホテルに泊まる予定ですので、またそちらも楽しみにしていただければと思いますね。そしてこちらにこんなものを発見しました。討論の湯、なんと縁結びの手湯ということで、ちょっとあやかりたいと思いますね。あー、ちょうどいいぐらい。ちょっとね、気温寒いんでその分暑く感じますけど、42度はないかな、42ぐらいかな。そしてあそこの手湯から、湖と反対側に行くと、こちらのラゴルトさんというピザ屋さんでしょうかね、ありますね。そしてこちらには焼き鳥屋さん、一平さん、そしてラーメン専門店もあります、蓬莱軒さん。そしてまた湖側に戻
ってくると、スープカレーハラハルさんありますね。こちらも高評価なお店です。そしてこちらにセブンイレブン、こちらのカラーリングは親子カラーですかね。さあ、そしてこちらでね、夜この期間イルミネーションやってるようです。まあ、夏から10月末まではね、毎日花火を上げてるんですが、11月1日から来年のね3月31日までこちらでイルミネーションがあるということで、こちらもちょっと夜ね寄ってみたいと思います。非常に楽しみですね。そしてこちらの向かい側にあるのが、こちらもね洞爺湖代表する温泉旅館、温泉ホテル、洞爺湖万世閣さん。こちらも私、日帰り入浴はね利用したことありますね。こちらは越後屋さんというね、まあ、なんか修学旅行生が喜びそうな木刀だとか、そういったものを販売しているようです。お土産屋さんですね。でこちらにツルハドラッグ、こちらも洞爺湖カラーとなってますね。そしてまた湖から反対の方に歩いていくと、こちらにねクッキーズ洞爺カフェというのがあります。こちら口コミが 4.9 というものすごいお店ですね。そしてその向かいにこちらゆとりろ洞爺湖さんという、こちらも温泉旅館ですねあります。ではまたちょっと湖側戻っていきましょう。そしてこちらの細い道の方に、こちらですかね、お寿司屋さん相川さんというところがあります。こちらも口コミかなり高評価のお店ですね。特上生寿司2300円だって、めちゃくちゃ安いな。いやちょっと気になりますね。こちら万世閣の裏側の方ですが、この横に創作手彫り熊後口さん、木彫り、お、こんな感じでお土産ですとかアクセサリーを売ってるようです。こちらが洞爺プリンスホテル湖畔亭さん。こちらね、私ね何度も日帰り入浴来てますね。おそらく洞爺湖では一番来てるんじゃないでしょうか。でただね、ここ、まあ、写真とか、そういったものを見ると屋上からのね、露天風呂が素晴らしいということでいつも来るんですが、時間帯なのか、男性は1階なので目の前が湖という感じになってて、女性風呂が屋上なので男性の方はこちら来ても上からの展望は見られないということは、毎回それを忘れてて来ちゃうんですよね。あ、こちらの川は水が張ってます。なんか意外に綺麗ですね。そしてこちらには洞爺温泉ホテル花火さん。こちらはね、日帰り入浴来たことないんですが、まあ、ここは源泉かけ流しのようですね。まあ、こういった大きいところでは珍しいかもしれないですね。いや、ここもちょっと気になるな。そしてなんと目の前には、こちらかき氷のお店ということで、まあね、11月になるんですが、ここまだ営業してるようですね。どうなんでしょうか。あとはジンギスカンも食べられるということで、まあこういったね、ワッフルとかのスイーツもあるお店ですね。ということでこの辺がメインストリートの終着点のようです。じゃあちょっと湖側の方に行ってみましょう。そして、あ、遊覧船がちょっと羊蹄山の頭が隠れてしまってます。こんな感じで、あっちの奥にあるのがザ・レイクスイート湖の鳥でしょうかね。そしてあちらに洞爺サンパレスリゾート&スパあります。いやー、ここ紅葉の季節めちゃくちゃいいな。まあ夏はね花火大会があっていいとは思うんですが、いや、この時期の洞爺湖も素晴らしいですね。じゃあちょっと湖湖畔を
散策していきましょう。一番奥の山のてっぺんにあるのがウィンザーホテルですね。こういった感じでところどころ像が立ってます。いやー綺麗だな。さあ遊覧船が戻ってきております。こちら万世界さんですね。もう色でわかりますね。こちらに茶マス湯という万世界さんの足湯がありますね。ちょっと自由に入れるようなので入ってみたいと思います。いやなんか湯気が、あーでもちょうどいい感じぐらいかな。40度ちょいみたいな感じかな。うん、やっぱり40度ちょいですね。風はほとんど感じないんですけど、湖面はちょっと揺らいでますね。この辺はね、以前5000人登録記念生配信した時にこの辺からお届けしてましたね。人っぽいやつ。あ、ここにもさっきと同じかな、討論の湯ありますね。こちらはこちらの方がちょっとぬるめかな。なんとタオルも販売してます。こちらはスワンボートありますが、夏だけかな。さあこういうのもありますね。さあそしてこちらが遊覧船の乗り場でしょうかね。駅前桟橋、周遊料金大人1500円で、今の期間は45分でしょうかね。あ、時刻表こんな感じですね。1時間に1本みたいな感じですね。でこういう感じで、夏はこの真ん中のね、大島の方かな、上陸できるようなんですが、今の時期は上陸できないようです。という感じで洞爺湖温泉街紹介してまいりました。で、まあお店とかも紹介していったんですが、まあ、私ね、実は洞爺湖を昔来た時にキツツキカナディアンクラブという、宿兼レストランやってるところがあって、そちらでね、レッドポークだっけなを食べたことあるんですが、そちらがね、めちゃくちゃ美味しくて、あと衝撃受けたのがじゃがいものスープですね。それまでじゃがいものスープってあんま美味しくなくて飲めなかったんですが、そこの、カナディアンクラブさんの、じゃがいものスープがねめちゃくちゃ美味しくてですね、それが衝撃で、まあただ今回はちょっとね、そちらのお店は紹介しないんですが、まあ写真ご覧いただければと思いますが、
ちょうど今11時になろうかとしているところなので、まあ、ちょっと早めのね、まあ、混む前にお昼ご飯、まあ、多分この人気なんでそんな混むことはないと思いますが、ちょっと食べに行きたいと思います。さあ今回最初のグルメは何なんでしょうか。お楽しみに。さあということでメインストリートに戻ってまいりました。私が今回最初に食べるグルメはやはりこちら、坊陽亭さんですね。こちらで今回お昼食べてみたいと思います。まあ、前回食べたハンバーグではなくてちょっと違うものをね食べてみたいと思いますね。さあ再びまた後半の方にやってまいりました。いやー久しぶりに坊陽亭さんで食べましたけれども、今回はね前食べてないポークチャップ食べさせていただきましたが、いやもうめちゃくちゃ美味しかったですね。いやこれやばいです。まあ本当開店直後11時ちょい過ぎに行ったんですけれども、もうどんどんもう先客もいたし、どんどんね他のお客様入ってきてましたね。やっぱり洞爺湖ナンバーワンの人気店ですね。でねお肉がね非常に柔らかいです。まあ煮込んだわけではないんですが、ほんとね角煮ぐらいなんか柔らかかったですね。であとねソースがねちょっとこれびっくりしましたね。めちゃくちゃうまい。で、まあ、ポークチャップなんで、ケチャップの味濃いめかなと思ったんですけども、まあ、色もね、ちょっと赤っぽい感じだったんで、まあ、ケチャップの味濃いかなと思ったんですけれども、全然そんなことなくてですね、まあ、私、ケチャップ単体って、まあ、そんなにね、まあ、別に、もちろん、ね、ポテトとか、そういったものにつけて食べますけれども、そこまで好きっていうわけではないので、まあ、ああいう感じがね、私にとっても本当なんかベストな味付けでしたね。まあ、どちらかというとね、デミグラスソースっぽい感じで、まあ酸味が弱めで、まあ甘みが強いという感じでしょうかね。まあ、だけどね、あっさりしてるんで、まあもっとね、大きな肉でもいけそうですね。まあ300とか400グラムとか。でもまあこの後ね、まあ他のグルメとかスイーツとか食べようと思ってるんで、ちょっと控えめにしましたが。まああとね、お店の雰囲気も抜群でしたね。もう本当昔来た時とほとんど変わってなくて、昭和の洋食屋っていう感じで、いやとても良かったです。いやこれね間違いなくね今まで食べたポークチャップナンバーワンですね。めちゃくちゃうまい。いや洞爺湖来たらねあそこ絶対行ってほしいですね。そしてポークチャップ、まあちょっと高いかなと思うかもしれないですけれども、それ満足させるぐらいのね味なんで、ぜひお召し上がりください。いやーめちゃくちゃ美味しかった。